軍用の水中発煙筒発煙筒は、主に自動車や船舶等に装備され、鮮やかな赤い炎を上げる筒状の道具である。主に緊急時に、本線車道や路肩に停車した場合において、後続車に対し前方に危険、障害物があることを知らせるために用いられる。使用すると鮮やかな光を放つ炎が上がり、後続車からの非視認性を高める。 火薬にはストロンチウムが混合されている。自動車用緊急保安煙筒道路作業用発煙筒信号公園などがある。しばしば、発煙筒と誤解されるが、発煙筒が生ずる煙はわずかであり、そもそも煙によって遠方からの視認性を高める、発煙筒とは、使用目的が異なる。発煙筒の代わりにご用すれば、 付近の視界を妨げる煙幕となり逆に危険である。自動車用、船舶用の発煙筒はいずれも摂氏600度以上の高温で発火性があり、交通事故や船舶事故現場でガソリンや融資等の燃料が撒き散らされ、浮遊しているような場合にはその付近で使用すれば、引火して炎上することがあるので注意する必要がある。 路上で燃焼中の発煙筒マッチのように付属の速約で投薬を摩擦すると着火する正式名称は自動車用緊急保安煙運である。日本工業規格 D5711 によって規格化されている。日本において自動車の保安基準である道路運送車両の保安基準によって自動車には非常信号用具の装備が義務化されている旨第43条の2に 明記されている。確実な性能を維持するため、JISD5711 によって有効期限4年と定められている。また自動車用発煙筒は、火薬類取締法上のガング炎化に分類されるため、同法施行規則第1条の5第6号の規定に、基づく緊急保安煙筒の内容の適合を受けた、製品でなければならない。 車検時の検査実施要領では、自動車用緊急保安炎筒は、実規格品内視は、それと、同程度以上の性能を有することと定められており、一般的な性能としては、のものが国内で販売されている、標準的な発煙筒の性能である。非常信号等信号公園と呼ばれるもので、小型船舶安全規則第57条の2によれば、高度400カンデラ以上。 燃焼時間が1分以上。使用の際危険を生じないものであること。と規定されている。また、船舶救命設備規則第14条では、救命艇には、第35条に適合する、信号公園6個を装備しなければならない、と明記されており、第35条内での制定内容は1万5000、カンデラ以上の紅色の炎を1分以上連続して、 発することができること。水中に10秒間全没した後も燃焼を続けるものであることとなっている。その他条文内に第33条第3号第4号及び第6号から第8号に掲げる案件及び第8条第1号に掲げる要件などが必須とされている。各国の海軍では水中でも 使用可能な発煙筒を使用することがある。リンカカルシウムが使われることが多く、水に触れると自然発火して照明となる。水に触れるとアセチレンに分解する性質を持つ炭化カルシウムを添加してあることも多い。微光として水につけると発火する松明は、全近代から記述が見られ、上泉信綱伝の標本書、訓越衆巻4。 先方の項目に記述が見られる。平成元年2月17日時期症例第1号にて、定められた、危険物の試験及び正常に関する症例で、火炎素酸カリウムを標準物質とする燃焼試験、において試験用試薬の燃焼加熱用に使用される、旨制定されている。ハイドラ70ロケット弾の魂の一つである、M257 イルミネーションフレアの場合、 の性能を持つ、サッカーの試合で発演とを託クサポーター、ありがとうございます。